今日は、アットコスメ東京さんにお邪魔してます。なんとなんと開店前の貸し切り、すごい。普段結構混んでるんで、あ、もうそう、こんな快適に回らせていただけるのは。あ、そうそう、すぐ言ってた。ちょっと前に息子がなんか、来た時にぎゅうぎゅうで、なんか、でもすごいのがあるんだよって、へえ、私知らないなって、あ、そういえば私今度行くんだなんて言ってたら、貸し切りできるんだったら俺も行きたいななんて言ってた。行けばよかったもんね。なんだけどほら、朝早いしさ、人がいっぱいいると疲れちゃうじゃん。そう、ね、だから今日は、なっちゃん先輩と一緒に、なっちゃん先輩は先輩なので、私いいよ、 いいよ違うよ、私世代の気になるものと、はい、なっちゃんいくつか知らないんだけど、なっちゃん世代の気になるものとか。同じぐらいじゃん。嘘。まあそうだったかもしれないね。はい、じゃあなっちゃん中輩あれなんだっけ、先輩の真ん中なんて中輩じゃない、そんな言葉はないの。お酒っぽくて中、あ、だって先輩と後輩と真ん中のに中輩じゃん。確かに中輩。じゃあ中輩とシャンパン今日は、ね、はい、今日はですね、お店のエキスパートの方にいろいろ案内してもらおうと思ってます。田島さんです。あ、田地コリンです。コリンです。田地コリンと申します。田地コリン、よろしくお願いします。そんな朝から田地コリンとか言われてもね、ねちょっと待ってくれて。田地コリン、ありがとうございます。よろしくお願いします。私ね、はい、あんまりあんまりっていうか全然詳しくなくて、はい、こういうお店にもあんまり来たことがないので、はい、目が泳いじゃって。そうですよね、たくさんあるので、まあ、今回ベストコスメ選ばれた対象のものとかもございますので、うん、そちらの方からちょっと回ってご案内ができればと思いますので、はい、ぜひ、はい、よろしくお願いします。はい、でも本当に広いですね。そうなんですよ、何でもあるんですね、はい、いつもここは歴代のベスコスの商品とかが、歴代の、はい、歴代のもあったりもするんですけれど、今回は、まあ、アマゾンビューティーというのがあったので、はい、ちょっとご紹介していこうかと思います。はい、二手に分かれない今びっくりした。ベスコスのヘアケアでちょっとやっぱりこう夏だから、そうですね、こういう、あ、え、シャンプー前なの？あ、これはですね、頭皮のクレンザーになるので、うん、やっぱりこうシャンプー前にマッサージするようにして使っていただく頭皮のクレンザーになります。たまには使う、たまにでいいですね、週に 1,2 回とか。やっぱり今の時期だと汗かいたりとかするじゃないですか、毛穴詰まりもしやすいですし、そういった前にやっていただくことでシャンプーの泡立ちも全然抜群に違うかなと思います。はい、いいね、ね、ね、はい、香りとかも結構良くて、でそれと同じ連動で、出ているのが頭皮用のヘアセラムになるので、こっちは洗った後に頭皮でケアしていただくトリートメントになります。それもお風呂から出てこう乾かすちょっと前に、あ、そうですね、でマッサージするようにして、頭皮のケアができるっていう、まあ、両方とも、はい、やっぱり頭皮ケアのものが今選ばれてる感じですね。1位なんだ、ね、はい、こういうのが1位になるって、ね、すごいね。そうですね、だって私お家にないよ。私もないよ。ないよね。こちらはベネフィークっていうブランドから出ている、まあ、資生堂の商品になるんですけれど、デパートとかには取り扱いがなくて専門店だけになります。そうですか、ちょっとテストしてみようね、はい、ぜひ。こちらは2023年のハンドクリーム1位になってまして、結構精油の香りでいい香りなんですけれど、あ、本当だ、はい、すごい伸びる、浄化してくれるので。ハンドクリームなんてもう相当数出てるから、はい、その中で1位、ね、そうですね、そうですよね、あんまりベタベタしなくてさらっとした感触なので、はい、やっぱり支持いただいてるのかなと思います。値段もまあまあな感じですね。そうですね、お値段も、はい、1980円という値段になっております。はい、あとボディケアとか、ね、あ、なっちゃんボディクリームちょっと試すから早く脱いでみて、はい、よいしょでも見た目もちょっと可愛らしいので贈り物とかにも良いのかなって感じですよね。そう、今度でももらったら絶対嬉しいです。嬉しいですよね。2023年とかですと日焼け止めコーナー、あ、日焼け止めいいですね、今の時期なので、ね、日焼け止めって思いました。
シワ改善と、あと美白の有効成分になっているので、日焼け止めしながらシワも改善しつつで美白もしてくれるっていうので人気があって、お値段も割と手頃で3850円っていうところもあるので人気が高い日焼け止めとなっております。とあとやっぱりこちらもコスメデコルテも人気なんですけれど、これはお色がついてる、うん、あの日焼け止め兼、まあ、CC クリームみたいな、はい、感じになるので、これだけでももちろんいいですし、結構トーンアップもできるので、このラベンダーのこんな感じで、はい、馴染ませていただくと、やっぱり血色感ももちろんなんですけれど、大人の女性ってちょっとこうお肌もくすみやすいと思います。こんなに白くなっちゃったけど、はい、大丈夫大丈夫です。これ結構ちょっと手の量だったので、うん、はい、あの、本当だ、馴染んできた、なってしまったんですけど、うんうんうん、だいぶトーンアップしてますね、はい、本当だ、うん、そうなんです。ちょっと私の手が焼けちゃってるので、私も手を焼けちゃうからね、でもやった方がいい、はい、そうなんです。こちらも2023年のアディから出ているクロノビューティカラーオン UV っていうチークなんです。へー、はい、チークなんですよ。これもお色が全部で3色あるんですけれど、もうあのチークの中に UV 効果もあるので、じゃあここだけ焼けなくなるまあ全体ベースは、まあ、乗せていただいたお店なんですけれど、はい、でもやっぱりここのホームの高さが一番高いからね、はい、高いので、それもあってちょっと日焼けしやすい場所にっていう、ちゃんとお色もこんな感じで、へー、はい、出ます。へー、で馴染ませていただく感じですね。マスカラとかすごい気になる、はい、夏さ、はい、やっぱりなんていうの、それこそその日焼け止めとかいろいろしてるから、はい、なんていうんだろう、冬よりも湿気も、今湿気も日本は湿気もすごいじゃない、はい、そうですね、結構にじむこと多い、にじんじゃいますよね、うんうん、これは何、うん、これはロムアンドから出ているマスカラで、一応2022年ロムアンド知ってる、はい、韓国コスメ、あ、韓国コスメ、はい、そうなんです。結構あのロムアンドとかもお湯塗りやすそう、そうですね、ちっちゃくて可愛いね、ウォータープルーフなのでやっぱりこうなんていうのかな、汗かいて下に落ちてしまうっていうのが心配であれば、はい、こちらもよろしいかと思います。ね、だからお母さんって韓国コスメ、韓国ブランドとかはあんま使わない、あんまりわかんないんだけど、うん、でもあのドラマでよくご一緒してるヘアメイクさんはよく韓国コスメを売ってくる、なんだろう、スキンケアもそうだし、はい、ファンデーションとかもよく韓国コスメを持ってきてくださって、それを使ってることも、実際の仕上がりというかどうなんですか。なんかね、うん、自分で自分を褒めちゃうみたいな感じになっちゃうけど、でもあのドラマとかやってると他のヘアメイクさんが私のヘアメイクさんに、なんだろう、仕上がりがいいから、だから何を使ってらっしゃるんですかって聞かれたりするのよと言ってた。仕上がりがいいから、出来がもともとよろしいので酒粕パックとか気になったの。あ、はい、酒粕パックも肌が明るくなるっていうので人気があるんですよね。貼るやつじゃなくて、はい、こうやって、そうそう、つけて洗い流すやつの方が、はい、なんか使いやすい感じがする。塗るタイプだと、はい、そのまま歯磨いたりとかできる。うんうんうん、そうだね。つけてるとさ、うんうんうん、ここに動けないな。そうすると時間が、パックの時間と、また別に歯磨きの時間ととかどんどん取られちゃうから時間が、はい、だから何でも時短でできる、うん、これもやりながら、ながらっていうのが、そうですよね、うん、はい、できたら嬉しいな、はい、そうですね、うん、一応こちらも、パックしていただいて5分なんですけれど、あ、お風呂にも入れる、お風呂に入ったまんま、お風呂に使ったまんま、ね、それもいいかなと思います、うんうん、あ、これ何、はい、あ、これですか、バース炭酸、はい、炭酸入浴剤になります。炭酸、ね、これすごい体がポカポカ温まるんですよ。なのでちょっとこう疲れてしまった時とかに、入浴した時に疲れも飛ばしてくれる、うん、あ、ちゃんとこれあの、あの一個一個の、はい、ほら粒になってます。あ、本当だ、はい、で1回 の、 あの入浴に3錠入れる感じですね、はい、で
とかうちのお風呂こんなに大きいんだけどさ、そしたら6粒、うん、そうです6粒。あとマスクも本当たくさんあるので、マスクね、はい、ちょっとこうリフトアップができるような形状記憶してくれるようなマスクもあったりとか、はい、すごい。あとシカのシリーズとかですね、うんうんうん、これもやっぱりデリケートな方でお使いいただける。これ絶対良さそう。だってツルンツルンしてるな。本当だ。日焼けしてしまったとか、そういった時でもお使いいただけるマスクですね。ちょっと敏感な方とか良さそうだね。お使いいただけます。 お買い上げ。さあここここあアルガンオイルね、うん、あメルビータですね、うん、そう、はい、なんかこれも気になるなと思って、はい、たくさんオイルがあるので、まあ、香りとかも違うので、まあ、お好みとかで、これは全身使えるんでしょ、はい、これはお顔、そうですね、全身もお使いいただけます。だからね、夏になるとなかなかそのもうすでにさ、そんなに乾燥もしてないから、うん、塗るの忘れちゃうんだけど、うんうん、割とだからさらっとしたタイプのオイルがあるんだったら欲しいなと思ってた。まあ、夏なのでちょっとやっぱりあまりこうベタベタする感じよりはさらっとした感じとかの方がよろしいですよね。あ、すごい、なんかあ、これはちょっとまだ香りが、うん、はい、うんうん、すごいいい香り、しっとりしますね。しっとりしますね、これ言ってくれてる。味がいいんです。香りがしっとり、ちょっと、まあ、美的にも選ばれた感じですかね。あ、それ、はい、あ、本当だ。よく見てます。うん、オイルで有名なのメルビータ。メルビータ、そうですね、ほとんどのオイルが、うん、はい、ね、すごいね。マッサージしながらなので、夏って水水分たくさん取るのでむくみやすいですから、やっぱりこういうのでマッサージしてあげるとむくみケアになります。これすごいよ。これ香りもいいですね、うん、はい、ここにいるだけでもう結構香りが、うんうん、はい、うんうんうん、上行ってみようか。はい、じゃあ上に移動いたしましょうか。困ったね、こんなにいっぱいある、はい、もうここで口で説明してもらってこれでいいんじゃないか。メンズコスメ。お、なにこのおしゃれな大人男子の髪も頭皮も。へえ、これ飲み物じゃないの。飲み物じゃないのこれ今最近あれでしょ、男の人もファンデーションみたいにするんでしょ。多いですね、うんうんうん、なのでなんかあの BB みたいにこう一つに日焼け止めと色がもう一緒になってるものとか選ぶ方が多いですね。あ、そういえば私これこの辺のやつ私息子に買ってあげてる。あ、なんかちょっとパッケージがいいかなと思って、このままだってあのバスルームにポイって置いてあるんだけど、はい、すごい人気ありますね。人気ありますね。 あ、 へ、あと特にあの分かってる女子、うん、え、使ってます。使ってました。使ってた。使ってました。へぇ、はい、そう、なんかそうなの、なんかパッケージがいいな、うん、そうですね。あ、見てこれえ、これこうなるわけじゃないよね。こうならないよね。はい、イメージ。こうなるんだったらやってもよかったんだけど。本当だよね。見たいわそれ。ね。すごい。あ、でもラバーマスクだからラバーだ。だからこういう感じ濃いになるってことだよね。うん。まだ見足りないんだけど、全然見足りないのでまた今度来なきゃっていう。まだキョロキョロしてるっていう。本当だね、そうですね、うん、でもなんかすごく楽しかった。こういうとこに来るといろんなことが知れて、なかなか私本当に出歩くことがないからついついネットで探して買っちゃったりするんだけど、こうやってあの実際に使えたりするから、うんね、試し、はい、たりできるからいいですよね。そうですね、やっぱり実際に試してみたいってありますもんね。うん、なんか来た時より手がすごいしっとりしちゃって、ツヤツヤようになったの。顔は何にもしてないんだけど、そうそう。でもなんかこの辺がしっとりで、うん、ほらもうみんな喜んでるじゃん、ね。本当だ。また来るね。また来るね。またお邪魔しましょう、うんうん、ぜひまた、はい、いらしてください。ありがとうございます。ありがとうございます。